ぱったりと、その美しい瞳を見かけなくなりました。とにかく、忘れることができない。そう思わせるほど美しく、印象的な大きな瞳と太い眉。1970年代某大手化粧品会社の CM で、衝撃的なデビューを飾った、俳優の佐藤雄介さんのことです。ですが、いつの間にかいなくなっていました。一体、どうされているのか、気になったので調べてみました。佐藤雄介さん、1959年生まれで、もう60歳ということですが、デビューした1972年の日本といえば、上野動物園でパンダが初公開され、日本列島改造論を引っ提げて、田中角栄氏が首相の座に就いた時代でした。佐藤雄介さんの芸能界入りのきっかけは、新宿紀伊国屋で買い物中に、当時、カリスマ CM ディレクターの杉山俊さんの目に留まったことから、同年、いきなり某大手化粧品会社の伝説の CM でデビューすることに、図書館で年上の女性を見つめる、まだ少しあどけなさが残る、美少年を演じた佐藤さん。巷では、あの大きな瞳に、ハートをゲッツされた女性が大勢いたとか。その後、サンミュージックに所属。当時、まだ15歳の佐藤雄介さんは、子役の経験すらなかったにもかかわらず、いきなり青春ドラマや映画に出演することに。しかも、初の映画出演作は、今や大女優の原田美枝子さんのデビュー作でもあり、なんと、その相手役での主演でした。同い年の原田さんの豊満な肉体と、清純なお色気が話題となり、当時、原田さんは、和製、オリビア8世と呼ばれていました。その映画が1974年に公開された。恋は、ニトリの風の中。ごく普通の中学2年生の少年が、クラスメイトの美少女に恋をし、性の目覚めに戸惑いながらも、成長していく様を描いた作品。伝説のグループアリスによる挿入歌の黒い瞳の少女が流れていたのを思い出します。そして、1975年の某食品メーカーの CM で、私作る人と女性が言いつつ、佐藤さんに作ったラーメンを運ぶと、僕食べる人と一言言って、佐藤さんがラーメンを食べる、という即席麺の CM。甘いマスクとは逆に、意外にハスキーな声のギャップに、お茶の間の女性のハートは、燃えまくったのだとか。残念ながら、この CM は2ヶ月後、男女差別に当たるという訴えを受けて、放送中止になってしまいました。1976年映画、パーマネントブルー真夏の恋では、今や大女優の、当時21歳の秋吉久美子さんと共演。二人が、全裸で海を泳ぐシーンが話題になりました。1977年、里中真知子さん原作漫画の実写版映画「愛情の設計」では、サンミュージックの同僚の桜田淳子さんとも共演しています。共演したそうそうたる女優陣を見ただけで、どれだけ期待されたかわかるというものです。ドラマにも結構出演していて、当時の大ヒットドラマ、泣かせるあいつや大岡越前に出演されていました。どの作品でも、その特徴的な眼差しで、強烈な少年性を作品に映し込んでいました。期待に応えて活躍していたはずの、佐藤雄介さん。スキャンダルやトラブルも一切なかったのに、38歳の時に、静かに芸能界を引退したといいます。当時、担当マネージャーによれば、さあ、私にも、よく本当のところは、わからないんですよね。ある日、もうこの仕事、辞めたいんです。と言ってきて、理由は、言わない。ギャラや、スケジュールに、不満があるような素振りも、発言も見当たらなかったし、本人都合での自主退社だというのです。何かが、佐藤さんの中で変わったのでしょうか。一説では、佐藤さんと全く同期で、
NHK 大河ドラマ「新・平家物語」で俳優デビューし、後に新御三家と呼ばれたスーパーアイドル郷ひろみさんの存在が大きかったのではとも言われています。なぜなら顔立ちも童顔で太い眉に大きな瞳とキャラがもろにかぶっていて、さらには歌って踊れて役者もできるとなれば、偶然にしてはあながちな感じもしますが、しばらく行方すらわからなかった佐藤祐介さん、思いもかけない場所で見つかったという情報を思いがけず目にしたのです。とある日、東京ビッグサイトのロビーのソファーに佐藤祐介さんが数人の男性と座っていたのだと言います。遠目でも佐藤さんだと気づくほど、あのままの童顔であの目をしていたと言います。驚いたことに、佐藤さんを含む男たちのそのいでたちはベルトに金槌や工具があったと言います。実は来場者としてではなく、イベント機材を搬入搬出する業者としての佐藤さんを見つけたその方は声をかけたのですが、佐藤さんは下をうつむいたまま一切答えようとはしなかったと言います。でも芸能界で仕事も順調だったはずなのに、一体何が彼を引退にまで追い込んだのでしょうか。契約満了まで仕事をきちんとこなし、公に引退を表明することもせず、表舞台から姿を消した佐藤祐介さん。これも噂の息を出ませんが、それから数年後の2009年、佐藤祐介さんは残念ながらアパートで人知れず孤独な最後を迎えたということです。一切の詳細は不明のままなのです。一説によれば1992年にご結婚されていて、お子様もいらっしゃると言われていたにもかかわらず、最後の最後は一人だったんですね。昔のファンの声には、俳優さんであんなにときめいた人はそれ以降いないのではないかな、私の息子にゆうすけと名付けたのは図書館の CM の美少年が心の中にずっと残っていたから、爽やかなあの笑顔は心の中で永遠に消えません。あなたの大きな目と優しい笑顔は忘れません。最近活躍している千葉雄大君を見ると佐藤さんを思い出していました。嘘でしょう、私の青春だったな。皆さん、青春の1ページに佐藤祐介さんのあの美しい瞳が刻まれていたのですね。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私はあまりにも印象が強かったせいか、どうしても忘れることのできないあの瞳、強く吸い込まれるような悲しみをたたえた瞳の奥には一体どんな闇を抱えていたのでしょうか。謎の多いまま旅立った佐藤祐介さん、バン君、心の中で君は生き続けています。ご冥福をお祈りいたします。合唱。